初めてゲームプログラミングノードン解説。今回は絶対値ノードンの解説をしていきたいと思います。まあ、解説と言っても非常に単純なノドンになるので、えー、るほど尺は取らないものになると思います。まあ、絶対値ということで、まあ、やることはもう明白ですね。まあ、ヘルプから見ていきましょう。絶対値ノドン 明るく楽しくポジティブに行こうぜということで、まあ、プラス思考ということなんですかね。はい。はい。まずポートを見ていきましょう。ポート、入力ポート。ポート名入力。えー、ポートの機能としては入力された数を変換に使います、えー。入力された数の扱いはそのまま使うということですね。で、続いて出力。ポート名出力、えー。ポートの機能としては入力された数がマイナスの数だったらプラスの数に変換して出力します。 え、入力された数が0やプラスの数ならそのまま出力しますということになります。で、出力する数は2位の数です。まあ、絶対値なので、まあ、マイナスの値だったらマイナスが取れた値で出てくるというものになります。えー、連結はなしなしで、え、設定もないという非常にシンプルな、え、ノードンです。まあ、それでは実際動きを確認してみましょうか。 まあ非常に簡単,単純なテストプログラムになるんですけれども、えー、定数ノトンで、まあ、マイナスの10を与えてあげると。で、数付きもので、えー、これを出力してみるというものになります。つなげて、つなげて実行です。まあ、マイナス10が入って10が出ているというところですね、えー。ちょっと比較するものがあった方がいいですね。比較するものを出しましょうか。えー、と。 コピーをして、移動をして、まあ、こいつは10に、10にします。えっ、ー、と、マイナス10と10を各々絶対値濃度に渡して実行すると、まあ、同じ結果、10という結果が出てきますよ、というものになります。はい。というわけで、サンプルプログラムを説明していきたいと思います。絶対値をどう使っていくのか、というところのサンプルです。えっ、ー、と、特管で作ったん、ね、で、ちょっとワイヤーがぐっちゃぐちゃになっているのはご容赦ください。 えっと、これどういったものかこれ、ゲーム画面をちょっと見てもらった方が分かりやすいと思います。えっ、ー、とですね、人から弾が出てきて、この直方体を壊すんですけれども、ここが今、得点の役割をしています。で、この得点どう決まるのかというと、この直方体からの距離によって、遠くから壊せば高得点。例えばこの、ここですね、例えばこうめっちゃ近い。これ今、 えと、座標をデバッグで出してるんですけれども、これが人の位置、これが右側の直方体、これが左側の直方体というデバッグで出してるんですけれども、えっ、ー、と、この距離が遠ければ遠いほど、横、横ですね。えー、X 座標の距離が遠ければ遠いほど得点が高いという仕組みを作ったとします。この、えー、位置で、この右側のを倒すと、これ7、今人の位置が7なので、 まあ位置的には1ぐらいしか離れていないんで全然1.13しか得点が入らないですよと、まあ、その代わりもっと遠くから球を打って壊せばこのように得点が上がるという仕組みを作ったとしますでこの仕組みちょっとまあぐっちゃぐちゃいろいろとまあ物が壊れた瞬間とか壊れるセンサーを使ってはいるんですけれどもそうですねロジックとしては非常に単純で おののの直方体人のところに位置センサーをつけていて、その座標の差分を単純にカウンターに渡しているというものになります。まあ、X 座標の差分ですね、をカウンターに渡しているという状態です。非常に単純な、いろいろと周り得、特点カウントするタイミングとかいろいろと壊れた瞬間ノードンであったりとか、 壊れるセンサー、物が壊れるセンサーを使ったりとか、まあ、それも壊れた瞬間しか計測した,したくないんでとか、えー、いう、色ろいろな、まあ、ものがあるので、ちょっといろいろなアンド濃度とか使ったりはしてるんですけれども、もう、コアな部分のロジックとしては単純に差分を、えー、カウンターノードに入れて得点を出しているというものになります。それを踏まえて、見たときに、この右側ですね。右側は、えー、1人右側にある場合ですね。この場合はちゃんと5.11、まあ、得点が加算されます。 問題は、人が右側にいるとき、ものが、まあ、えー、壊す対象が左側にある場合ですね、えー、X 座標が小さい場合、今、単純差分を取って得点に達しているので、得点が減っちゃいます。マイナス6.3になりますよね、えー。得点が減ってしまうという場合が出てきてしまうと。まあ、このように差分のロ、えー、プログラムは共通化されているので、えー、小さいときは、えー、と、大きいときで引き算の、えー、入力、 えと入れ替えるなんてことができないのでこの場合どうするかというとこういう時に絶対値濃度を使ってまあマイナスでもプラスに変換をしてここにこう入れてあげるとでこうすることでこっち側を倒しても得点が加算されますこっち側を入れても得点が加算されるというようなものが出来上がるまあこういった時に絶対値濃度を使ったりすると。 いうところですね。なので、な何か、えー、必ず正の値で処理をしたいよという時に絶対値濃度を通してあげて、えー、処理を、プログラムを書く必要があるですね。で、プログラムの処理的に絶対に正の値しか出てこないプログラムなのであれば、絶対値濃度を使うことはないんですけれども、えー、値のパラメーターの内容によっては、えー、マイナスの値もありうるプログラムの場合、ただ、 え、出力されてくるものに関しては全て正の値にしたい。という場合にはこの絶対値ノードンが活躍する場面だと覚えておいてください。はい。以上が絶対値ノードンの解説になります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。質問もコメント欄で受け付けていますので、えー、どしどし書いていただけると、えー、ありがたいです、えー。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。